今運転していてちょっと思ったことがあってあのまあ年齢のせいかもしれないですしそうじゃないのかもしれないんだけどあの眠い時っていうのはあのもちろん運転してる時にそのガーガーエビッカイで寝るってことはないわけですけど相当緊張してますからね。ただこう慣れが高じてくるとあの。 運転中に秒秒かあるいは秒かぐらいい意識を失っていることがあるんですよ、ね、<laughs> まあこれあの何て言うんでしょうあの仕事の関係でその夜も昼もなくなんかいつでも気を失えるようなあの体質になってるからなのかもしれないんですけどほんの短い時間なんですけど。 あの意識が飛ぶっていうかすすすぐに回復するんですよそうなんだけどそういうことがあってこれ厄介なのはその意識を失っている間も、えー、実は同じ光景同じ風景を全面のガラスを通して見ているような意識なんですよ。これ よくあのお年寄りがブレーキとアクセルを踏み間違えてっていうじゃないですかまあ本当なのかもしれないけれどもそうなのかなっていう疑問の、まあ、答えの一つの行き先でそういうのがあるんじゃないかなってちょっと一瞬あの思いついたんですよ <laughs> 思いつきですから別にあのお,お医者さんに相談したわけでもなければ何でもないんですけど。 まあ体調万全で車に運転車の運転は是非ともしたいもんだなというふうに思います。はい皆さんも是非気をつけてください。えー、っと今日はまもう6月に入っちゃいましたね。あのまあ写真も今日もまあいただいておりますのでまたあのご紹介できるわけですけれども。 皆さんにいただいたメールのご紹介を中心にということで今日はまあそれでも、えー、少し余裕がありそうですので、えーまあ、時間を取ってやりたいと思ってますがあのそうですちょっと待って、ね、<laughs> あの 十分準備をしてきたつもりなんですけど、あこれ、これ、えっと、まあ今日冒頭でお話ししようと思ってますのは、えーまあ、もう飽きたと言われるかもしれませんが、ウクライナの話です。えー、状況は非常に大きく変わりつつありますね。あの一般の関心がウクライナ軍によるう 反転攻勢ええつまり今まではロシア軍に一定の地域を占領されるという形で侵略を許してきてしまったウクライナの軍隊が、えー、今、居座っているロシア軍を、まあ、追い出すための戦いを全土でやろうとしているというふうに、まあ、皆さん、捉えているじゃないですか。もちろんん間違いいはないと思うんです 当然そこに関心が高まる強まるこれも当然のことだと思います一方でその選挙そのものは非常にその反転攻勢とどういう関係を結んでこういうことが起こっているかなかなか答えは出ないんですけれどもわからないんですけれど非常に戦いの在り方が変わりつつあります 全土で、えー、無謀なぜ前進攻撃というかそれをやっていたロシア軍が、えー、あまり動けなくなっているというのが一つの状況だと思いますでその代わりにキーウという、まあ、かつてねキエフと呼んだ首都がありますけれどもウクライナの首都キーウに対する、えー、ミサイルによる攻撃これが 同行してるというかもともとけしからんことなんだけども、えー、大変な数のミサイルを打ち込むような主義に及んでいるということがあります。で、うん、他方でウクライナ軍の方はこれはウクライナ軍があの我々は関係ないですよと言ってるものを含めて、えー、ロシアおよびロシア軍をお 攻撃する、叩く方向での行動というのがかなりあの大規模になってきているあのロシア軍の、まあえーまあ、ロシア兵がですね、寝、えーね、泊まりしているような場所とか大量にね大勢がそれあるいは軍需関係の工場これは、えー 占領地でもあるしあるいは一部、えー、現ロシア領にもあるわけですけどもそういうところに対して、えーまあ、ミサイルが打ち込まれたりあるいは謎の火災が起きたり爆発事故がロシア全土で、まあ、その爆発事故に関して言えばロシア全土で起こっている何かしら軍事と関係があるようなところがあほとんどだと思いますが。 これは凄まじい数になってるんですよでついこの間、まあ、ロシア人による反プーチンの軍事組織とかあるいは、まあ、ウクライナ軍と協力しているグループだとかそういう人たちがロシアの中に攻め込むということがありましたよね。でまあ 攻め込んで何か,かくそ,そこに、えー、共闘法を気付く,くなんてことはもちろんできなかったんでしょうけれども、えー、つまりロシア人からするとあ戦争をやってたんだっていうふうに思わざるをえないさまざまな行動が行われているわけですね。 でもうこれはすでに反転攻勢の一部じゃないかという見方はもちろんあるだろうと思うんですけれども、まあ、兵平んとか、あるいはエネルギー関係の施設であるとか、えー、それからさっき言いました戦、戦争関連の工場、工業、そういったものに対する攻撃、えー、つまり後方の備えの部分をぼかすか叩いてるという状況ですね。 で前線の,あの兵隊同士の、まあ、白兵戦みたいなところにはあ,あまりエネルギーを割いていない、まあ、ゼロではも,もちろんないんですけどでこれがこの間起こった非常に大きな戦況の変化だと思います。で今言ったそのミサイルによって兵舎を一発で破壊するとか。 まあ100人からのロシア兵が死んだか傷ついたと言われている大,大攻撃があったわけですけれどもそういうものに使われるストームシャドウっていうねどっちシャドーストームどっちだっけ、えー、イギリスから提供された巡航ミサイルこれが実は 大変な威力を発揮していて、えー、まあ向かうところ敵なし状態なんですね。これは何か説明をいろんな方が説明してくれてますけれど、超低空で、えー、まあ飛行機から発射されて、えー、超低空で侵入し、で目標の直前で、えー、まあおそらくポップアップして、えー、マスターサムに落ちてくるっていうタイプ。 割と伝統的なやつなんですけどこれででかいんですよねあの非常に大きなまあ爆薬を積んでいてあの破壊力が凄まじい。でこれこれまあそのなぜで低空で飛ぶかっていうとそのレーダー地上のレーダーに捕捉されにくくなるからっていうことでまあ低空の。 低空でで飛んでくるもののいうのは、まあ、ミサイルもそうだしかつては攻撃機っていうかねアメリカ軍だとイントルーダーっていう飛行機がありましたけれど A6 これはもう超低空で相手の国に侵入して攻撃を加えるという飛行機なわけですけどそういう技術なんですねで。ところがそれに対抗する技術っていうのがあって。 これはあの AWACS っていうつまり地上のレーダーが見にくいんだったら低く飛んでくるやつ上から見ようっていうことですよね。でバカでっかいレーダーを積んだちょっとけったいな飛行機があるじゃないですか。大体いいアメリカ軍だとボーイングの古い旅客機みたいなのを改造して。 まあレーダーのをまあ備えたものをやるわけですね早期警戒機って言われるでロシア軍には当然そういう飛行機はいっぱいあるんですよ結構たくさん持ってるんですけどなぜか分かんないんですけどこのイギリス由来の新しいミサイルに対しては全然効果がなくてやられまくってると。 いう感じですでここにちょっとその軍隊として不思議な欠陥というか穴があるんですね一つ。ところがですねウクライナ軍日本も実は大きな穴があって大変なことが起こっていてですねこのストームシャドウというミサイルについてイギリスはこれあの まあ爆撃機に積んでこういくわけですけれどこれの基地がばれてしまってですねある理由でそこにロシア軍のミサイルが数十発 <laughs> 放り込まれてえまあ貴重な爆撃機も攻撃をされてしまったうんなんてことだって。 つまりロシア軍に対して非常に有効な兵器を、まあ、一つその有効度をさ下げるようなことを、まあ、自らしてしまったっていうことがあったようです。まあこの辺のことはあのネットの、えー、そういう軍事関係の専門のサイトなんかで、えー、いろいろ言われてることの一つですんで,でまあそういう。 どっちがどっちか分かんないねっていう感じにまあ今はなっているんだろうと思うんですがまあ案の定というかロシア軍の内部はまた混沌としてきていてひ一言で言えば内紛がかなり激しくなってきているまあそれはそうですよね3月いっぱいでしたっけあそこの ドネツクとオルガンスクですか2つを完全に制圧しろっていう命令はもちろん果たせなかった5月8日9日の記念日に合わせて、えー、ほとんど何の成果も戦果も得られなかった、えー、プーチンさんは恥のかき通しなわけですね国内的にもいずれあの大統領選挙に勝ちたいと思ってるんでしょうからそういう意味ではもう 核化していると思いますけどであるいは、えー、正規軍とワグネルっていうような傭兵組織との間の圧力これもあって特にバフムートの攻略戦においては、えー、どっちがやったんだっていうような話で <laughs> あのどっちが力を尽くしたのかっていうようなことで、えー、非常に激しい、えー、内紛状態になっていたようですね。 まあそういう大変混沌とした状況の中でまあ一言で言っちゃえばロシア軍あるいはプーチン政権には希望はないよなっていうふうにまあ思いたくなる状況なんですけれどもまあもちろんそこで例の核の問題が出てくるわけですね順番から言うと。最近 ちょっっと収まってい気がするけれどそれでも断ることにうちらは核も使えるんだぞということをアピールしてきたのがプーチン政権ってことを考えるとまたそういうことを言い出すだろうと。でこれがあのちょっとこれは TBS の番組で勉強させてもらったんですけど。 TBS の BS でいつもやっているってありますよね、うん、大変いい番組ですけれども <laughs> あそこで、えーまあ、言われた朝日の記者の方だったかなおっしゃったと思うんですけどあのプーチンが最近その神秘主義に染まってきていると。 であと例えば演説の中で「新約聖書」を引用したりちょっと発言が神がかってきている。でもっと恐ろしいのはあの戦死したあ兵士の,あの親だとか妻だとかが集まった会に集まったところにプーチンさんが来て。 息子さんたちはあのいい死に方をしたと人間はいずれいつか死ぬんですからっていう <laughs> すごいよね <laughs> 分かりましっても大統領は言うべきことではないと思うけれどでそういうそのなんていうか完全に格好つきですけど一種の,その人生哲学というか <laughs> そういうものを振り回し始めてる。 そうすると、ね、あのまあ例えばそうですねそれをまた別の繰り方をすると陰謀論ということにもつながるわけですけれど陰謀論で今の世界の中での対立を理解し、えー、その陰謀論が神秘主義に染まっていて。 あなんか怪しげな人生観哲学観世界観とともに語られるようになってきてるっていうことになるとつまりね核兵器を使うのに地政学的な理由はいらなくなるわけですよ。核兵器を使うのにうんロシアの利益を 確保するためとかあるいはプーチンさん自身が自分が自分の政権が長く続くためにとかそういうことはねまあもちろん使ったら長生きできないと思うんだけどただその理由としてはまさにそういうその現実主義的な利益ってものがあったわけじゃないですか。それが 何ていうかねあの地球だっていずれ粉々になってなくなっちゃうんだからっていうこともまあこれも多分事実なんだけど <laughs> あの我々はあのそんな尺度で世の中のことを判断してないわけなんでできるだけこの星で500年ぐらいは長生きしようと思ってるわけだからね。 そういうことじゃなくて神秘主義的に核の問題を理解しようとした場合には使うにあたって現実主義的な利益にかなっているかかなっていないかということを考慮する必要がなくなるいやものすごく怖いんですよだからうんあのそういう まあそういうことがあるのでえまあこの間ちょっとね G7 の話がこの前ちょっとあったじゃないですかあのね東京新聞の皆さんもそうだしデモクラティビーの論者の皆さんもみんなそうだと思うけど最低の G7 だっていろいろ批判されましたよねうんだけどねっ <laughs> ても その大した期待を担うべき存在でも何でもなくてで今回に関して言えば核戦争の恐ろしさだけは、えー、世界中の人に、まあ、とりわけロシアの人にがあ分かるかどうか分かんないけどもプーチンさんに届けたいと間違っても核は使わないよっていうことをね あのもちろんこれもそういうふうに言ったからそうなるっていう関係にはなってないですが、えー、そちらの方向に少しでもみんなの意見がこうぶつけられるっていうそういうことぐらいしか、えー、到達目標はもともとなかったので、うんうん。ということだと思うんですけどね。<laughs> まあ、ウクライナに対するさまざまな支援ということが現実にはいろいろ決まりロシアに対しても引き続き厳しい制裁を科しそして間違っても核は使うなという宣言を出したんだと思いますその限りでは、えーまあ、評価ってこういうの評価って言わないかもしれないけどね、うんまあ、いうふうに私は考えました。 えー、というところで、あのーはい。今日はね、なかなか時間の使い方は難しいね。と <laughs>、えー、いうところで、まああの、これからそうですね、ウクライナ軍の反転攻勢がどういう成果を収めるのか、まあ、あまり収めないのか、まあ、そんなことが。 どっち行けばどうなるかという関係も定まっていないですけれどプーチンさんが変な決断をしないようにしながら徐々にプーチン政権が負けていくというね <laughs> まあ徐々じゃなくてもいいんですけどいうふうになるのかならないのか我々の当面最大の関心事と言っていいんだろうと思います。<laughs> まあ少子化の話もすごいけどね。<laughs> えー、というところで、えー、今お話ししました内容に関しては、あ今日は忘れなかったよ <laughs>、えー。私がマグマグさんから出させていただいております2つのーメ,ールメールマガジン、えー、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックス、こちらの方に、えー、最後のコーナーのところに反映させたいと思っておりますので。 えー、ちょっと覗いてみてごらんっていうねあそんな歌がありましたけど <laughs>、えー、覗いてみていただければ幸いでございます、えー、よろしくお願いいたしますというところでマスター1曲目いけますかはい、はい、よいしょよいしょちょっと待って、えー、あハロルド・ランドさんで「ONE SECONDPLEASE」